黒江幸信、黒江幸信、黒江幸信、1938年12月12日体は、鹿児島県愛良市出身の元プロ野球選手、内野市コーチ、監督、解説者、評論家。旧名は幸弘愛称相性は、豆タンク、165センチメートルと小柄で、なおかつ太っていたのが由来。鹿児島高校卒業後は、貴島単校、ひすみ、 高松を経て、立正高生会でプレー。都市対抗野球大会に4回出場し、1964年の大会では、熊谷組の補強選手として8打席連続安打の新記録を達成し、チームの準決勝進出の立役者となる。立正高生会のチームメイトには、小川健太郎、金広明がいた。同年8月5日、読売ジャイアンツに入団。 165センチメートルと小柄ながら堅実な守備で、土井正像と共に、V 級巨人の内野のようとなった。当時の声優劇手に、広岡達郎がいたことから入団に年目までは出番が、中田物野には、イースタンリーグの首位打者を獲得。一軍でもに頭角を表し、首位を争う対中日戦で、小川健太郎から三塁打を放って、川上哲次監督から信頼を得る。 同年の南海ホークスとの日本シリーズでは、全6戦に先発出場。2は129試合に出場して打率。278、14人を残し、レギュラーに定着した。同年の阪急ブレーブスとの日本シリーズも、全6戦に先発出場。23打数7安打1、打点と活躍。2は遊撃手で、ベストナインに選出される。2は全130試合に出場。 自己最高の打率、293、6位を記録。同年の阪急との日本シリーズ最終第6戦では、本類打を含む4安打を放ち、チーム日本一に貢献した。からは二類種も金、ね、まで、毎年ほぼフル出場、打率、270前後と、コンスタントな成績を残す。しかしは、河野和正に遊撃手を明け渡すようになり、同年限りで、現役引退。 同じ年に引退した長島のようなセレモニーなどはなく、シーズン終了後の同年11月30日、静かに現役生活に別れを告げていた。同日に合わせて、翌シーズンより一軍守備、総類コーチ補佐へ就任すことが発表された。背番号は75に決まった。子供の頃右手に大怪我を負い、その影響で早急が癖玉になる。 ややシュート気味の変化球のようになり一塁手を始めたの。野手がキャッチしにくくなることを守備面で大きなネックとして、い。当時投手コーチだった藤田元次と座布団にボールをぶつけるという特訓で癖のない、早期用できるようになった月刊ジャイアンツに連載されていた過去の選手をテーマとした漫画で黒絵が取り上げられた際に描かれていた。 現役時代の1967年には、鹿児島県人が多い大相撲の井筒部屋で、自主トレを行ったことがある。週刊ベースボール2011年1月31日号、懐かしのプロ野球自主トレ企画では、当時現役だった、鶴上根、後の井筒親方の下、黒絵が鉄砲をしている写真が掲載された。遠征中の宿舎においては、土井正像と共に常に、 長島茂雄とは、同下屋であったので、夜中でも素振りに付き合わされた。それは、ドイと黒江が畳を頭の上に乗せ、畳に沿って長島が素振りをするものである。しかし長島は、スイングに納得せず、畳を担いだまま2時間、中腰のまま部屋の中を走り回ったという。引退後は、指導者として、主に名産謀として活躍し、長島茂雄、近藤貞を、 広岡達郎、森正明、江尻良、大貞晴、渡辺久信を支えた。引退後は巨人に残り一軍守備、総類コーチ補佐、からまで一軍守備、総類コーチを務めたが、1978年10月12日に、対談が発表される。巨人を退任する際に、長島から、片腕としてよくやってくれたけど、球団の考えなんだ。 申し訳ないがやめてくれと言われ、黒エは、涙ながらに、長島に、片腕の黒エを切るなら私もやめますと、なぜ言ってくれなかったのですかと訴えました。と言ったという。からまでは、日本テレビラジオ日本解説者、日刊スポーツ評論家。からまで、中日一軍打撃、総類コーチ、は、西武ライオンズ二軍総合コーチ、は、 同一軍総合コーチを務め同年11月28日に対談が発表された。からまで、テレビ東京、文化放送解説者、東京中日スポーツ評論家。からまで、西部一軍ヘッドコーチ、から打撃コーチ兼任、二軍監督を務めた後、監督の森と共に対談。は、テレビ朝日、文化放送解説者、東京中日スポーツ評論家。 同年10月22日千葉ロッテマリーンズに軍監督に就任したが、翌10月10日、同級団に軍監督をわずか1年で退任した。は、NHKBS1 解説者、東京中日スポーツ評論家。同年10月24日、巨人時代の同様で、福岡大英ホークス監督の大貞春からの、要請で一軍助監督兼打撃コーチに就任。翌からまで、 ストメリーグ連覇と日本一に貢献。ON シリーズ終了後の2000年10月29日に退任。同年11月6日、翌から西部時代にコンビを組んだ森が横浜ベースターズ監督に就任したのを機に同球団ヘッドコーチに就任した。森とは二度目のコンビ結成となった。は、打撃コーチを兼任したが開幕からチームは再開に低迷し、 シーズン途中の同年9月26日に森の休養、事実上の解任と自身が監督業を最終戦まで務めることが発表された。同年10月15日に対談が発表された。からまで東海ラジオ J スポーツ、主に西部、ロッテの本拠地ゲームの試合解説者、東京中日スポーツ評論家を務め、2007年10月10日、球団主導の人事で、 西武のヘッドコーチに就任したが、監督の渡辺がミスを責めないのびのび野球を推進していた。根本的にチーム方針と合わなかったため、チームはリーグ優勝日本一になったが2008年11月17日に対談が発表された。指導者としては4球団、巨人、中日、西武、大英でリーグ優勝、2球団、西武、大英で、 日本一に貢献している。彼は J スポーツ、ロッテ戦、同年のみ、東京中日スポーツの解説者、評論家を務めている。2009年4月から全国野球振興会、日本プロ野球 OB クラブの新理事長に就任し2年間、務め、3月18日に再任されたが、 その2ヶ月後の5月16日の理事会で森徹に理事長職を譲った。ただし、黒江本人は事実無根で理不尽な理由により理事長を解任されたと主張しており、2011年12月には同会の元事務局長らに対する損害、賠償請求訴訟を起こしている。第一次、長島政権時の巨人コーチ時代に悪ふざけでクライドライトの乳首を押したところ、 反撃に遭い殴られてしまった。近藤貞夫は中日監督就任時コーチングスタッフの編成で一つだけフロントに注文を出した。牧野、茂そして杉下、茂と過去に中日は OB をコーチとして巨人にさらわれた。今度はその逆をやりたいんだが近藤が白羽の矢を立てるのは黒エだった。近藤は黒エについて有能な反面。 言いたいことをストレートに口に出して、煙たがれるタイプで、そのあたりをフロントの誰かに疎まれたのか、老老の身だった。人間が仕事上での不平不満を、酒場などで愚痴るのは、サラリーマンの世界でもよくあることで、グラウンドで期待してくれれば問題はないと考えたから、コーチとしての彼の能力の身を買って、黒エを自分のチームに迎え入れた、結果は成功で、1982年の、 リーグ優勝は、球界でのキャリアは長かったとはいえ、監督としては、新米で、ともすれば、作戦や傭兵で、独断選考に陥る、危険性があった僕を、投手コーチだった、近藤、広志、作戦コーチだったジムマーシャルらと共に助けてくれた。と著者の中で記している。年の最終戦、太陽 VS 中日にて、者のタイトル争いで、 トップにいる対応の長崎刑事を金賞差で追いかけていたチームメイトの田尾康氏が敬遠攻めに遭い、絶対に当たらない敬遠球に対して抗議の意味で空振りを2球続けた後、黒江が三塁コーチボックスから飛び出し、俺たちはお前が首位打者だと思っているから馬かな真似は寄せと田尾オだったという。西部のコーチだった1985年。 監督の広岡達郎が通風で欠場したため、監督代行として初采配を振った近鉄戦で西部のリーグ優勝が決定した。試合終了後に胴上げされ、大阪府内で優勝宿がパーティーをしたが、ビールかけはせず、改めて帰郷して広岡が復帰後、ビールかけを西部球場内で行った。1997年オフ、大英の助監督に就任。会見では、 ワンちゃんを男にするとコメント。早速、背広姿のままグラウンドで、選手たちに挨拶を行っている最中、熱弁のあまりか二度にわたって、差し場が飛ぶというハプニングがあった。前年日本一となり、連覇を目指していた2000年には、キャンプ中の朝の声出しで、V2 をぜひ達成してほしい。そしてその暁には、メイドの土産に胴を上げを、お願いします。 と叫んだところ、本当に、大英が優勝した。リーグ優勝を達成した際、監督の大沢春に続いて胴上げされた。また優勝祝賀会のスピーチの際には、城島健次ら主力選手から、メイドの土産、と矢じを飛ばされた。横浜のヘッドコーチに就任した2001年、チームカラーにちなんで白髪をブルーに染めたことがある。巨人時代のチームメイトで、 大英助監督時代の監督だった王は、黒ちゃんは選手に好かれようとしない、嫌われても漬け漬けものを言うのが一番いいところと語っている。しかし本人によれば、2008年に西部のヘッドコーチに就任した頃にはその物言いができなくなっており、むしろ選手を悟すようになっていたといい、それが同年の日本一にも、 こう作用した一方で、わずか1年で辞任を決めたことにも影響したという。14試合6勝8敗勝率。429。2002年、横浜森正明の監督休養後の9月27日より、監督代行。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。